はい、今日も可愛い筆文字を書いていきたいと思います。今日はですね、君の笑顔はいつだってみんなを元気にしてくれたんだよっていう文章を書いていきたいと思います。あと猫の絵を描いたりとか、ちょっとパステルで色付けをしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。こういうね、味のある文字、可愛い筆文字を書けたらいいな、書いてみたいなって方は、オンラインの筆文字の講座やってます。今上にポチッと押すとこ出たと思いますが、そこからブログが見れます。そこ一度覗いてみてください。詳しくはこの動画の最後の方でお伝えしますので、最後も見てください。よろしくです。まずは一回書きますね。で、そこから漢字は説明させてもらいます。で、ひらがなに関してはですね、もうひらがなで全部書いてますので、そこを見てください。今ポチッと上出たと思いますので、そこから見てくださいね。で、まず一回書きますね。こんな感じですね。これにほっぺたを塗っていきます。こんな感じです。これ漢字の分、元気と笑顔だけ書き方を説明していきますね。元気、今はぐるぐるとして下から、これだけですね。まあこうでもいいんですけど、僕多いのはこれが多いですね。キーは下から行って、ここ細くですね、ここ太くです。下からこんな感じですね。キー元気ですね。次、笑顔です。笑顔はもう僕は字が、僕はこうもう字を潰してます。こうしてもう漫画のように、笑顔だけでも動画上げてますので、それ今ポチッと押すとこ出たと思いますから、そこを見てください。笑顔ですね。で、これに顔を描いていくっていうのが僕のパターンです。こんな感じですね。はい、じゃあパステルとか使いながら絵を描いていきたいと思います。パステルは僕が100均のパステルを使ってます。絵が下手なのでね、絵からいきますね。失敗してもいいように。はい、描いていきます。
猫です。猫見えますか？猫に。次が、こんな感じで蝶々が飛んでる感じに見えますかね。ここから、もう一回パステルと字を書いていきたいと思います。ここに書いていきます。こんな感じになりました。
これ確かね、ネットにこういうのがね、実はありまして、そこからこう、そのまま真似をさせていただいております。いろんなあの味のある文字って他にもあるのでね、いろんなネット調べたりとか、僕は最近、ゆるふでっていう本を使ったりとかもしてます。ゆるふでっていうのもちょっと一回検索してみてください。結構いい本ですのでね、いろんな、どこからこうヒントをもらったりとかしたら、どんどん自分のいい字ができるんじゃないかなと思います。あとこういう味のある文字、可愛い筆文字で書いてほしいなっていう言葉とか何かありましたらコメント欄にお願いします。そのねコメントを見てですね、僕の方で動画を上げさせてもらいます。その動画をねまた見ながら真似して書いてもらえたらと思うので、ぜひともコメント欄の方にお願いします。あとこういう最初に言いましたこういう味のある文字、可愛い筆文字をですね書けたらいいなとか、書いてみたいなって方はですね。ぜひともオンラインの筆文字の講座やってますので一回受けてもらえたらなと思います。概要欄のところタイトルの下のところにですねブログに行くところがあります。そこポチッと押してもらうとこの講座を受けた人たちの字も見れますしどんな字になってるかっていうのがあと申し込みもそこからできますのでぜひともオンラインの筆文字の講座書いてみたいな書けたらないいなって方は受けてみてください。よく言われるのはセンスがないから書けへんとかね字が下手だから書けませんって言いますがセンス全然関係ないですね。で上手いか下手も関係ないです。どちらかというとね字っていうのは自分の決めたルールで書いてます。その決めたルールをどう外すかっていうだけなんですね。それを、5回シリーズなんですが、1回だけでも問題ないんですけど、一応5回受ける中で、文章まで書けるっていうようになってるんですが自然とこう変えていけるようになってますので味のある文字書きたいなって方はぜひとも受けてみてください。最後にこういう動画もっと他も見てみたいなって方チャンネル登録と高評価ポチッと押してもらえると嬉しいです。今ちょうど他の動画の紹介が上がっているところに丸いボタンがあると思いますがそこポチッと押してもらえるとチャンネル登録できますのでぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今日は以上で終わります。ありがとうございます。